こんにちは。こんにちは。小原田水佐です。小原田ひろみです。イルカの時間です。昨日はね、実り大きい一日でしたね、いろいろと。そうだね、うん、まずはね、うん、知り合いと待ち合わせて美味しいご飯を食べ、そうで、ちょっと農夫連携のね、はい、これからの展望というか熱き思いを語り合い、ね、うん、なんか、うん、やれそうだね、こう自然栽培がね、やれそうな感じがする、ね、楽しそうな気がする、千葉の房総の方でね、はい、うん、楽しいね、楽しみですね、うん、はい、それからその後ね、はい、木村明則さんの講演会、講演会ね、これまた面白かったね、うん、題がすごくよくない？リンゴの絆、奇跡を起こす見えないものを見る力。そうだね、見えないもの、そう、だまあ見えないものってそういうさ、うん、木とかそういうものじゃだけじゃなくてさ、うん、例えば土の中見えないとか、そう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 、そういうふうな意味でもあるよね。そうそうそう、まあ木村さんもちろんその UFO とかさ、うん、そういう世界にも通じてる方だからさ、分かってるけれどね、うん、なんかすごいネーミングだなと思ったわけよ。これ面白かったね。でそもそもこれが、日本肥満症治療学会学術集会という固い学会のところの市民公開講座。そうだからさ、うん、ね、まあ医学の学術集会だよな、うん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 、そういうとこにさ、うん、木村さんをこう呼ぶなんていうのはいいセンスだよな。いやでも最後にお話したその先生、慶応の医学部の先生か、うん、面白かった、ね、木村さんの話はね、もう、うん、いつ聞いても面白いなと思うけども、なかなかそうだよね、うん、うん、まあ大体教授の話だと堅苦しいと思ってしまうんだけどさ、うん、すごい分かりやすくてな。そう、今流行りのその腸内フローラだよね。ああ腸内フローラな、うん、うん、よくテレビとか出てるみたいね。そういう、ね、そりゃそうだろうね、あれだけこう、うん、明快にさ、うん、私たち素人にもこう分かりやすく話せるっていうのは稀有な存在だと思うよ。そうだね、だから、うん、ね、腸内細菌がね、うん、まあ、誰にも1キロから 1.5 キロ、うん、あるんだから、うん、な、でそのまあ、うん、どういうこう分布とかどういうのがいるかによってさ、うん、体調も違ってくるし、うん、まあ、個人によって違ってたね、指紋みたいだったもんな。そう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 、分布を調べると、うん、あれだってな、いろんな菌の割合ね、そうそう、割合を調べると、うんうんうん、人によっても全然違う、うん、それで特定できちゃうっていうな、うんうん、うんちで調べちゃうみんな分かっちゃう。そう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 、うん、あとほらスーパーお年寄り100何歳以上、うん、104歳以上だっけか、うん、の人たちのを集めたら全然違うってね、すごいってね、うんうん、だそれがその便をさ、うん、移植する、うん、便移植 ね、そう、うん、腸内細菌をね、うん、まあ、こうろ過してさ、うん、取ってさ、うん、それをこうお尻から入れたりね、うん、注射で入れたりとかな、うん、するんだってな、うんうん、だそれがこれ結構なんか手応えを持ってる口ぶりだったよな、うん、だからこれからさ健康な人のうんちが売れる時代なんだよ。そうそうそう、だからさ上手にさ、うん、腸内細菌を育てていけばさ、うん、それが高く売れるんだよ。すごいよね、まあ、この人の腸内細菌はね、なんとか病が治りますとかさ、そう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 いやすごいよね、な、面白かった、うん、だからさうんちは汚いって言うけどさ、うん、そうじゃないんだ、あそこには宝物が眠ってんだから、だから世の中で汚いって言われるものは、うん、には宝が結構あるはずなの。だからよく言われる赤ちゃんのさ、うん、汚くないって言うじゃん、本当に綺麗でさ。そう、だから俺ヨーグルト作ってたでしょ。うんうん、な、うん、最初の頃のうんちをさ、うん、牛乳入れたらヨーグルトできんじゃないかって言って、うん、やらなかったけどな、やればよかったな。でもあれはそういうことだったんだよね。だから紀子が生まれたさ21年前に、うん、あなたはひらめいたわけです、うん、うんちからさ。うん、ヨーグルト作ろう。あれやったら面白かったね。面白かもしれんな、うん、それずっと種があって20何年もの種だったからそうすごいよ ね、 あね、だからそういうふうな、うん、やっぱりその微生物っていうのはさ、うん、一つ大きなね、うんうん、今一つね微生物を培養したから毎日飲んでるけどさ、うんうんうん、そういうのもね、なんかその、放射能もそうだしさ、うん、ね、こう環境汚染なんかもそうだ、うん、やっぱりね微生物というのは、ね、非常に大きな鍵を握ってるな、健康ももちろんそうだしな、うんうん、だからやっぱ栽培自然栽培でもその土にどういう菌がいるかっていう、そうそう、土壌菌っていうの、そうだよね、それがポイントなわけでしょ。だから明石の行った時なんかな、うん、要するに生ゴミがさ、うん、みんな土に変わってくるから、そう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 、それ別に何かするわけじゃない、そう、ただただもう放っとくだけだからね、そう、うん、そうするとこう土になっていくとかね、綺麗な土に染まってもらったよね、全然匂いも何もない綺麗なサラサラのね土になって、いろんなのはやっぱりねミラクル感じるよね、うん、やっぱり人生観変わっていくよ、そういうものとこう接してると、うんう
でもやっぱもともと日本ってそういう発酵食品の国じゃん、うん、お味噌もそうだし、うん、ね、納豆だったりとかさ、うん、いろんなものがさもともと発酵させてさ作ってるものだじゃない、うん、そうだよね、うん、そうだからさ、こうそうやって、木村さんね、自然栽培の木村さんと、うん、この腸内フローラとの組み合わせっていうのはね、うん、本当見事で、この伊藤先生ね、慶応大学のね、うんうん、この人のセンスっていうのはね、なかなかのもんだよね、うん、だから今ね、うん、時の人だから有名だから木村さんを読んできたんじゃなくて、やっぱ木村さんの本を読んでビビってひらめいたっていうんだもんね。そういやだからさ、うん、まあこれは推測でしかないけれど、要するに腸内細菌とかさ、うん、まあうんちを調べてるわけだよ、うんうん、だからさ日の目見てなかったじゃん、やっぱり。もしかしたらね、これ何十年も研究のあんなことやってって、うん、であいつは、うんうん、変わり者だみたいなね、年中うんち見てるよって言われるようなことだと思うし、もしかしたら、ねね、だから木村さんと同じようにさ、周りからさ、うんね、あんなことやってんのできるわけねえよって言われてた、うんうんうん、ね、そういう人がさやっぱこう本当に大事だったってことが今パッとこう分かるようになってきた、ね、この人取材したら面白いかもしれない、ね、そういうふうなものがあったのかもしれないな。でもさ、だから結局ね、うん、畑にもさ、例えば農薬というかさ、うん、まあ、それを入れてしまうとガラッと変わるわけでしょ、うん、そうそう、それも人間もやっぱりおっしゃってたよね、お医者さんだけどやっぱその、抗生物質を、ね、うん、体の中に入れることによってガラッと変わってしまう。そうだよね、うん、そうだからまあ本当薬というのはさ、うん、まあ、本当に必要な時はあると思う、うんうん、そういう時はあれでさ、もうダラダラと飲まないことよ。ああでも今全部結局何かあればさ、抗生物質を結局出されるわけでしょ、うんうん、昨日ちょっとさ気泡も具合悪くなって多分夏バテだと思うんだけどもさ、これもし病院に連れてったとしてもさ、うん、結局はそういう点滴で終わりだよね。そうだよね、水分を取らなきゃいけないからつって、まあ、点滴は必要です。やっぱり抗生剤っていうかさ、そういったものを入れてぐっすり寝て、はい、おしまいでしょ。でもその後体はもうボロボロだよね、うん、そうだよね、うん、うん、まあ一回でボロボロにはならないにしてもさ、うん、うん、まあダメージは受けるし、うん、うん、でこれそういう癖になるとね、うん、うん、でもさやっぱり昨日本当に思ったけどさ、やっぱ家族が病気の時にさ、自分はこういう見えない世界、まあ、特にそのヒーラーと名乗ってるけれどもさ、うん、これがあって本当によかったと思うよ。それはいいよね、うん、特にね、学校から帰ってきてっていうと、もう空いてんか病院もね、空いてないし、うん、まあ、救急に駆け込むことはできるけれどもさ、自分がいることで、ね、子供の体調バランスを整えていって、うん、で今朝はまた元気で行くわけだよ。だ子供だって安心じゃん、うん、家族も安心よ。いや本当にね、自分はなんて素晴らしいものをさ、うん、新規コレ中川先生からもらったんだろうと思う、うん、本当思う、うんうん、そうだよ、うん、だからこれ生かさないではないよね、やっぱり、ね、そうそうそう、だからそれもさ別に特別な能力じゃなくって、うん、ね、子供のちょっとした腹痛とかさ、うん、ね、頭痛なんかを取るにはさ、うん、そんなあれなん、トレーニングすることないんだから。そうだよね、うん、と思って昨日ね、うん、だからでも、もちろんさ苦しかったらさ、親だったら背中さすってやりたいとかさ、入ってる時に思うじゃん、うんうん、でもそのさすってる背中からさ、よりそうそうそう癒しの気が出ていれば、うん、違うわけだよね。慌てなくて済むよな、うん、うん、そうなんだよ。でね、まあその講演会があってね、うん、でその後はね、玉の方、そう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 、あきる野市といって、うん、でそこではね、うん、キャンプ場で、うん、大きな素敵なログハウスだったな、立派な、うん、でそこでね、織姫の織さんね、うん、主催でね、うん、バーベキュー大会があった、うん、まあ、面白い人が集まってるね、まあ、若い人たちばっかりだけどさ、うん、非常に面白いよ、人の彼のそばに集まってくる連中っていうのは、うん、すごいね、やっぱ引き寄せなんじゃない、ね、うん、で昨日だからのね、早稲田大学のね、あテレビに出てた、うん、玉木さんっていう女性の研究者の話したけど、うん、オリさんも知り合いでよく知ってるんだって、うん、友達なんだって、うん、うん、だからその、同じでテーブルに、義手を作ってる、うん、これも脳波で、うん、脳の信号で自分で動かせる義手、うんうんうん、ね、研究者がいるわけよ、うん、すごいね、うん、世界は、うん、これもちょっとね、面白い人間ってさ、そういうこう、まあ、腸内細菌のような、うん、ね、自分の体の中にあるものもそうだし、うん、同時にそのこれも見えないもんな、信号、うんうん、ね、そうだよね、脳から送られてる信号が全てだわけだからね。そう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 、うん、だからさ人間の体ってもう分からないとこだらけでさ、うん、何もかもが面白い、うん、
うんうんうん、本当に小宇宙っていうだけで、うん、言うだけあってさ、宇宙を語るみたいなもんなんで、ね、うんうんうん、そういうところにさ少しずつ少しずつ光を当てる連中がいるわけよ、うん、すごいね、うん、でそれをこう、うん、テクノロジーと組み合わせたりとかさ、うん、いうふうなことができるわけでしょ。でも本当さ寝たきりの人がさ頭の中で考えてるわけだから、うん、みんなね認知症の人も何もないとかって言うけど、うん、そうじゃないわけだから、うん、それをそう回路を持ってくれば、ごめんなさい今徘徊してるのはこういう理由で徘徊してますとかさ、パソコン喋るようになるよ。そうだからさ木村さんもさ得意なんですよ、うんうん、IT 関係は。だから木村さんがこういうふうに関わったらさ、うん、また面白いこと言うと思う。ああそうだね、なあの人何でもできちゃうからさ。そうだね、うん、そうだからさ、なんか面白いことになってきたなと思うけど、あのこちらは分からないからな、意味がな、面白い面白いだけで済んじゃうからな。でも面白い面白いってやっぱり言い続けないとさ、うん、そんなことがあるのかって知らない人もいるわけじゃん。そうだよな、面白いねって言い続けるならな、やっぱ言い続けること大事だよ。そうだからちょっとね、今度また誰かにね、うん、あの誰かを実験台にね、うん、うん、その義手の彼がね、うん、そういうの今開発中だったからさ、うん、ちょっとやっぱ協力してもらってね、うん、ちょっと、うん、あのやってみよう。本当ね、はい、うん、充実の一日でした。オッケー、今日も頑張りました。はい、はい、どうもありがとうございました。ありがとうございました。